はい、おはようございます。ヒロインのセラピスト、庄司です。絶賛ワンオペ中です。今日はですね、子供が言うことを聞かないんですって嘆くお父さんお母さんに対してお話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ですね、もう最近うちの息子の成長がめちゃくちゃに著しいわけですよ。ついこの間立ち上がったと思ったら、今日なんてもう普通に歩いとるし、それはまだけつまずいて転ぶことがあっても、諦めずにまた挑戦しよるんですよ。立って転んでまた立って、歩いて転んでまた歩いて、で今はよちよち歩きができるようになったと。で冒頭のですね、子供が言うことを聞かないんですって嘆いている親が世の中にものすごく多いじゃないですか。それに対して僕は仮説を立ててみたんです。どうしてこのどうして子供は親の言うことを聞かないのか。それはですね、子供は挑戦している人の言うことを聞く動物なんじゃないかなと。逆に言えば、親が挑戦を止めてしまったから子供が言うことを聞かなくなったんじゃないかなと、こういう仮説を立ててみたんですよ。仮説っていうかね、もう確信してるんですよね。子供はそれこそ毎日が挑戦の連続じゃないですか。まあ、新しいことを学んで、新しいルールを覚えて、新しい人と出会って新しい世界に飛び込むじゃないですか。もう毎日毎日毎日違う景色を見ているのに対して、一方の親っていうのは毎日同じことの繰り返しじゃないですか。それは成長のスピードが全然違いますって。そうなって年を取るにつれて、世間体がとか、お金がとか、時間がとか、そういったもっともらしい言い訳を並べて、うまくいくのは自己正当化するスキルのみ、そんな感じじゃないですか。ちょっと耳が痛い話で申し訳ないんですけれども、誰が日曜日の夜にため息をつくお父さんを見て、もしくは旦那の悪口を陰でこそこそ叩くお母さんの言うことを聞くんだっていう話なんですよ。もうピュアでしかない、真っ白なキャンバスでしかない子供っていうのは、もう親の合わせ鏡でしかないと思っているんですよ。っていうことは、もう子供は親のやることを全部見て、全部を真似て、全部を学んで、最後にこう考えているわけですよ。ああ、この人の言うこと聞いてたら僕も将来こうなってしまうんだって。それは子供にしてみたら言うこと聞いてる場合じゃないですよね。で、それを避けるためには解決法としては、やっぱり親は子に生き方を見せる以外の教育はないと思います。っていうわけでですね、子供が言うことを聞かないぞというふうに悩んでいられる親御さん、少しだけ挑戦をしてみたらいかがでしょうか。僕からの挑戦状です。これから僕が述べることをできる範囲で行ってみたらいかがでしょうか。いきますね。一色スキップ。浮いたお金で本を買う。それを読んでインプットする。そしてその内容をシェアする。アウトプットする。駅までの道を変える。散歩のルートを変える。親に LINE する。ありがとうという。パートナーさんにありがとうという。店員さんにありがとうという。1日10個。感謝ポイントを書く。1日10個。ググる。副業を探す。小銭の寄付をする。僕のサロンに入ってみる。それどうでもいいです。心に響いたらコメントをする。Facebook の友達申請をする。現もしくは段テレビ。現もしくは段砂糖。現 SNS。スクリーンオフ機能がええですよ。小さな挑戦を公開宣言する。人に自分のおすすめ商品を紹介する。新しい食材を使って料理をする。3年以上使っていないものを捨てる。行ったことのないレストランだとかカフェに行く。新しいジャンルの映画を見る。今まで着たことのない色の服を着る。髪型を変えてみるでした。もちろん無理は禁物ですけれども、できる範囲内で行っていったらどうでしょう。ちょうどイメージとしてですね、今のあなたの実力が100だとしたら、101の挑戦をするようなイメージです。それぐらいの、ほんのちょっとだけ背伸びをすればできるぞっていうぐらい、それぐらいのレベルの挑戦がいいと思います。幸せになりたかったら成長することだし、成長するためには新しいことに挑戦する、もうそれ以外にはありません。ってことは、挑戦の先にしか幸せは待っていないっていうことなんですよ。ですので僕が今言わせてもらいました挑戦状、もう本当に無理のない範囲内で行ってみてください。もうそうするだけで間違いなく人生が変わってきますよ。少しだけ個人的な話をさせてもらいます。僕もですね、息子ができて14ヶ月ばかし、身内が亡くなったこともあったし、くっそ気色悪いウイルスのせいで僕も一時期ちょっと丸くなった時期があったんですね。だけれども、また新たな夢がムク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 って出てきたのを感じるんですよ。で出てきてですね、活動再開してって
そう思って決意表明したのがこの動画ですね。こんな思いが爆発しそうなんですよ。というわけでですね、もう自分を追い込む意味でも、具体的な目標値をここに宣言させてもらおうかなと思っております。まあ、古いやつも、新しくアップデートされたやつも公開させてもらいますね。いきますね。ドロロロロロロロ、ドラムロールください。あ、いい音楽が流れてきました。ドロロ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 ロ、私庄司は YouTube チャンネル登録者100万人突破いたします。プラスオンラインサロンメンバーを1000人突破させます。プラス国際姿勢矯正エクササイズ協会、国際姿勢矯正セラピスト協会、その2つの協会を日本一優しい団体にします。僕の治療院はオーストラリアで一番笑顔が生み出される治療院にします。最後に世界一幸せな家庭を築きます。最後のはね、もうやっているっていう話ですけどね、まあ、それらを実現させます。はい、でも真面目な話ですね。これからもビジネスの世界でどっぷりハマって勝ち上がっていきます。挑戦し続けます。で、たくさんのファンに囲まれて、皆さんみたいな素敵な人に囲まれて、多くの後輩たちにも慕われて、社会貢献も山盛りしていきます。で、たまには夢に挑んでくっそ叩かれてズタボロになって、それでも諦めないぞって気持ちでまた強敵に向かっていきます。それこそ息子が何回転んでも立ち上がっていくように、そのリアルな後ろ姿を見せることこそが最高の教育だと思っているんですよ。そうすることで息子の人生のお手本兼大きな壁になってやろうと思います。で、年取ってですね、父ちゃん俺困ってるんやけど、これどうしたらいい？で、いくつになっても頼られるような存在で言い続けようと思います。尊敬と信頼、それに恐れられるような、いい意味で古き良き雷親父になろうかなと思ってます。だけどな、愛情は天候にやけどな、無理無理かわいい。そんな父ちゃんになります。そんなことをワンオペの今日考えたんで撮影してみました。カナさんのポスチャー庄司チャンネルでは、濃い体の作り方、健康体のなり方、夢の叶え方、幸せな生き方に特化しています。もしよければチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで最後にですね、もう何か暗く憂鬱になるようなニュースが多い昨今ですので、もう格別に明るくって、陽のエネルギー、もう太陽のエネルギー、ポジティブなエネルギーにもう満ち溢れた動画をアップしておきます。もう日常で笑顔を忘れがちな人こそ、ぜひぜひご覧いただきたい内容になってます。見るだけで笑顔になりますよ。というわけで、シドニーのセラピスト庄司でした。またお会いしましょう。さよなら。書きましたすごいなと思って、わーすごい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 、ハハハハ。